こんにちははでですす本日日6月の3日ですね、えー、今ちょっとビットコインの方のチャートを開いて見ているんですけれどもなんかちょっと外は梅雨っぽいですね、はい、雨がなんか降りそうな感じですけれども皆さんいかがお過ごしでしょうか。 はい、えー、ということで、まあ、ビットコインの方なんですけれども、先日めでたく1万ドルを突破したということで、まあ、少し大きめの動きが出たんでね、ちょっと盛り上がった感じだったんですけれども、ここまで急に落ちなくてもいいんですけどね、なんかまあ、えー、下落が激しかったのかなという感じですけれども、ちょっとですね、いくつかツイートしたんですけれども、多分あのこれ、えー、今回の下落に関して、えー、とですねまあ、メ,メカニズムというか、まあ、こういうことありましたよねみたいなことを書いてくださっている方がいらっしゃってですね、まあ、自分が見た中ではこの方が一番 一番よくくまとととめてくれてれいいいるのかなううジョセフ・ヤングさんという、まあ、あのツイートとかもいろいろされていらっしゃる方なんですけれどももしグーグルの翻訳とか使われる方いらっしゃったらですねあのまあコインテレグラフさんのこの記事見ていただいたらいいんじゃないかなというふうに思いますまあ落ちた理由として簡単に挙げてらっしゃるのはまあどっちかというとあんまりファンダメンタル関係ないですね今回の下落はねマーケットの参加者の中のポジションのやり取りでまあ上がって落ちたみたいなね感じになっているんでまあこの記事はねあのその辺を全部整理してあの短期的にまああのこういうことが起こったのでこう,こうなりました っていう非常にストレートなあの記事だったので、まあ、素晴らしいなというふうにちょっと感じました最後の方にね、えー、例えばエクチェンジ取引所に実際ビットコインがどれぐらい入金されてたかみたいなスタッツだったりとかっていうのも引用されてましたしこれはね、えー、ご興味ある方は読まれると非常にためになる記事ではないのかなというふうに思いましたのでちょこっとご紹介でしたまあそれにしても1万ドルをね、えー、超えて1万400ドルとかエクチェンジによったら1万4 0 0 5 0ドルぐらいいってたのかなというところまで弾けて で、下落をして、て確かビットメックスですよね、だったりとか、なんか8800ぐらいまで、なんか、下ひげをつけてたっていうようなところがあってですね、まあ、相変わらず激しいですよね、相変わらず激しいです。で、まあ、1万ドル超えたタイミングって何があったのかなっていうと、株式がね、今、非常に堅調で、株が、まあ、ビットコインも堅調して、牽引してるようなね、動きっていうのは見て取れるんですけれども、まあ、株の方が先に走ってるタイミングっていうのはね、ビットコインの方が牽引されるんですけれども、株がそう動いてなくてですね、ビット トコインだけスコンと言ってしまうとこういうふうにあのビットコインの方がちょっとですね高値を掴んでしまってえ押し戻されるっていうのが今の展開ですねちょっとここに出しているのはその US のダウの指数の動きとねビットコインの動きっていうのを比較をしてその強弱っていうのを指数化してやったものなんですけどまあやっぱりこれが跳ねるとですねちょっと押されるっていうことはあるのでちょっと今回はそれにぶち当たったのかなというところとですねまああとはいくつかね要因があったのかなというところでしたでもし もうちょっとね、ツイートしたやつもう一件ツイートしたんですけどこれは情報アナッンさんが出してくれてるですね、えー、これは素晴らしい情報ですねはいなのでこれはですねあのここに出ている情報っていうのをちょっとよく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 見ていくとですねこれ下落の明らかな兆候がちょっと出てるんですよねなのでまあこれはこれでなかなか面白いなというふうに感じましたんで遡るを見ることができるんでいろいろ見ていただいてまあ何かあこういうふうなことってあるのかなっていうふうな、ねえー、仮説っていうのを立ててみて ていただいたらよろしいんじゃないかなというふうに思いますまあなので今回ちょっとビットコインが1万ドル突き上げた理由はまあ おそらく補助金なんでしょうね、はい、補助金なんだななと思います、はいえー、なのでその資金っていうのがちょっと回ったんじゃないのかなっていう形跡はありましたね。あのアメリカの方でコロナの小切手があの配布されたタイミングで結構値段がボーンと上がった,ったことっていうのがあるんですけど、まあ、日本で、えー、もうですね補助金の方が出始め補助金というかあそのコロナ対策の、ね、資金っていうのが出始めたんで、まあ、そのうちの一部っていうのが回ってるのかなっていう、ね、タイミングからしたらそんな印象がありましたけれども、まあ、あさて今後どうなりますかというところで ということで、ちょっと続編の方ではですね、まあ、こんな感じでやっていこうと思います。あのまあ、資金バブルっていう風な感じですよね、今はね。はい、とにかく今、は法定通貨がジャブジャブなので、それが追加で投入されるタイミングではですね、ビットコインに強くなる影響があるというところですね。まあ、これはですね、あの自分も今、トレーディングカレッジというところを、吉永講師、あのプロップの会社経営されていらっしゃる方なんですけれども、と一緒にやっててですね、で、その方から、まあ、ポロっと言われて、ああ、そうだな、 と思ったたのはなんか例えば魚釣りたい時にどうしますかっていう質問もされててね。じゃあ、魚が釣れる時間帯に行くとかですね、あの魚がいる場所を探して取りに行くとかですね、いう答えをするわけですよ。やっぱりね、その世界で生きている方は言うことが違いますね。単純な話でですね、魚を、えー、釣り堀の管理人がですね、放流する時間帯に行って釣れればいいんですっていう、もうそういうことをおっしゃってるんですよね。まあ、つまり、そのマーケットの中でマーケットを動かす要因というのは大体決まっているので、それがあ、その魚の管理人がですね、そのドバドバ魚を入れるときにその下でやって なれ,れるるといいううまあそっっったことをおっしゃってるわけですよなのでやっぱり今はそのチャートだったりとかよりも中央銀行であったりとかその政府から出てくるですねあの金融政策であったりとかそういうのを見てると比較的ねどっちかっていうとそっちの方が今はヒントになりやすいのかなーっていうね印象ありましたのでちょっとその辺もやっていきますね。であとですねまあ、今回1万ドルを超えて下落をしたんですけれどもあのメモリープール の動きだったりとか、あと採掘のスピードですよね。はい。ビットコインは、ブロックチェーン、あのブロックをね、あの採掘をして、その中にトランザクションを格納して、それが連なることで、信用性を確保するということをしているわけなんですけれども、その関係を見ていくとね、これはちょっとね、新しいなと思いました。まあ、なのでね、これはどういうふうに見てたらいいのかなっていうようなところをちょっとやりますのと、あとはですね、まあちょっと日柄ですよね。日柄が今とても気になるところに来ているので、ちょっと注意かなっていう感じですね。 はい。あとはですね、米国政治スプレッドは金利爆弾に直結ということで、ちょっとね、米国の方が今暴動だったりとかで気な臭くなってて、トランプさんの次の再選の確率だったりとかっていうのがまあ0.5今割ってきてるんですよね。 まあ、なので、とある条件っていうのが入ると、次の爆弾っていうのが出てくる可能性があるので、まあ、そうならなければいいんですけどね、なった場合は、金利爆弾に直結する話なので、まあ、これがどういったタイミングで出てくる可能性があるのかなっていうところをやるのとですね、あとは、まあ、下落終了後に出る兆候ということで、いくつかの要素っていうのを入れていかないといけないんですけれども、こういったことがあるとですね、下落を終了する傾向がありますねっていうのをね、ちょっと振り返ってみてみるということを、 してみようと思いますのではい、まあ、続編ご興味のある方はですねこちらクリプト通信の方ではい、続編の方ですねカバーしていきますのでまたご興味のある方はですねご覧になってみていただければという風に思いますはいということで、えー、本日もですねまあ、ちょっと雨が降りそうな感じではありますけれどもね、ちょっと体調皆さん、えー、崩されませんようにしてですねはい頑張っていきましょうはいありがとうございましたでは失礼します